やはり聞いていただいている方と自分との一体感っていうのは、私が選手として競技でシンクロをやっていた時と同じように、自分が最高の演技、持っているものを全て出すことによって、見てる人も引き込まれ、引き込まれることによって見てる人のエネルギーが自分の中にこう伝わり、最後は観客と泳ぎ手とこう一体となって、こっちはやりきったぞって思いでシンクロ競技を演技を終えますし、見てくださった方もうわーっと盛り上がる。これがまあスポーツの、あるいはシンクロの私は最高の醍醐味だと思っているんですけれども、講演会で私が大事にしたいのは、聞き終わった人、私はもう出せるものを全て出してお伝えするので、聞いた方がうわーってきこう終わった時に、これ自分も頑張るぞ、自分ももう一頑張りするぞ、自分ももっと頑張らなきゃ、聞いてよかったなって思ってくれることが、私にとって講演活動を通して一番大切にしたいなと思っています。なので、毎度毎度、全身全霊、全力投球でお話をさせていただいております。